今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。いつものように YouTube ニコ生フレッシュ等でやっていますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。さて、香港のデモがまだまだ続いていますよ。18日には主催者発表170万人ものデモ活動が行われました。当然数は持ってるでしょうけど、映像を見たら相当数いるのはわかります。もはやあれ CG みたいですよね。こうした動きに中国共産党は警戒感を強めています。中国人民武装警察は香港に隣接する深圳に大集結して訓練を行っているんですよ。しかし中国が圧力を超えて実際に武力で鎮圧に乗り出すなら、やはり国際社会から相当な非難を浴びるでしょうね。米中貿易戦争の真っ只中です。中国としては疲れるポイントを減らしたいところでしょう。そこで重要になってくるのが情報戦です。中国からすると香港は鎮圧されても仕方ないという空気を作る必要があります。だから香港は危険だという国際世論をこう煽っていきたいんだと思います。しかし残念ながら中国の思惑通りにはいかないようです。ツイッターやフェイスブックは中国の情報操作アカウントを削除したと発表しています。ツイッターは声明で、中国本土で作成された936の不正アカウントを削除したとし、これらが抗議活動の正当性を傷つけることで香港の政治的な対立を煽っていたと指摘、国家が支援した組織的な工作という確かな証拠があると断定。削除されたのは約20万件にも及ぶ不正アカウントの一部で、大半は利用される前に停止したとしている。同社が公表した削除アカウントの中には、ニュースサイトを装って立法会庁舎に突入したデモ隊の写真とともに、香港に過激な人間はいらない、ここから出ていけと投稿していたものがあった。また Facebook も同日、中国政府の情報操作に関し7つのページ、5つのアカウント、3つのユーザーのグループを削除したと発表。同社は声明で、香港の抗議活動といった政治ニュースや問題を頻繁に投稿していたと説明し、不正に関わった人物は身元を隠そうとしたが、中国政府関係者とのつながりが調査で判明したとした。やり方はあるようですが、中国本土って基本的にツイッターできませんからね。それだけで怪しいですよ。で、香港今相当頑張ってますからね、この調子で頑張り続けていただきたい。香港が中国共産党に飲み込まれてしまったら、その香港らしさっていうのもなくなってしまいますし、アメリカのトランプ大統領は香港の件について、もし暴力的に天安門のようなことをやるならディールは非常に難しくなるだろうと述べ、中国を牽制しています。ナイスですね。今日中関係が改善してきたと言われているじゃないですか。それって完全にその米中の貿易戦争のせいですからね。敵は少なく味方は多い方がいいに決まっています。そして付き合う相手は考えなければいけませんね。だから日本ってここで変に中国とくっつかない方がいいですよ。河野外相は日中外相会談で香港情勢について憂慮していると述べています。中国とは一定の距離を常に保って向き合っていきましょう。さらに日中韓外相会談、中韓外相会談も行われています。韓国は日本が対話に応じないんだと安定の告げ口外交を展開していますね。対話に応じないってどの口が言っているんでしょうか。米中貿易戦争の最中ですから、中国としてもこれ日本との関係悪化させたくないわけですよ。それに空気読まない韓国が突っ込んでいってもね、ちょっとあまり意味ないんじゃないかなと思いますね。ということで今日は生放送やりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄から、そしてチャンネル登録もぜひお願いします。